ンダーフラッグシップ東京オープンということでおめでとうございます。ビジョンスクエアバード、そしてテンフェンディのギターボーカル斉藤浩介です。今ユニゾンスクエアガーデンのツアー中でして、で結構もうルーティンは固まってるんですけど、まず、リハーサルの前に、会場に入ってから時間が、リハーサルが始まるまで1時間ぐらいあるんですけど、みんながご飯食べてる間に僕はご飯食べずにひたすらこうその日にやる曲を弾く、ギターの練習に当てるのがまず1時間やって、でリハーサルをやったら、リハーサルの後にご飯を食べる、で本番の1時間前になったら今度は歌の練習というか、その発声練習をして、で両方ともこう何でしょう、パッと本番に本番中にパッと歌もギターも対応できるような準備をしておくっていうのが、僕の本番前のルーティンですね。まさにこの持ってるギター、僕が初めて買ったフェンダーのギターなんですけど、いつだったかな、確か23、24歳だったと思うんですけど、クリスマスプレゼントに自分にクリスマスカラーのギターを買おうと思って、で色から入ったんですね。このキャンディアップルレッドっていう、サンタさんが着てそうな服の赤なんですけど、これをネットで調べて、で都内でフェンダーカスタムショップのキャンディアップルレッドのテレキャスターが3店舗置いてるところがあったので、クリスマスにその3店舗回って試奏して一番気に入ったのを買ったっていうのが、一番思い出深いフェンダーギターとの思い出ですね。僕は結構人のライブを見てるときに何か思いつくことが多くって、結構人のライブを見てるときに自分がステージに立ってたらどうするだろうなとか、どんなことをしたらこの目の前のお客さんたちが喜ぶかなみたいなことを考えながら見てることが多いので、そうですね、友達とか、最近はよく海外の方も日本に行きますけど、ライブを見に行ってその時に何かパッとすることが多いかなと思います。僕本当にギター始めたばっかりの時に、高校生中学生ぐらいだったと思うんですけど、学校から帰る時駅から走って帰ってたんですよね。早くギターが弾きたくて走って帰ってたんですけど、なんかそのぐらい熱中してたので、特に言葉はかける必要がないので、なんかそれを遠巻きにニヤニヤしながら見てたいなっていうのがあります。はい、とにかくもう音楽が大好きとか楽器が大好きっていうか、もしくはもう絶対にこれで成功する、これはやめないっていう執念があるか、どっちかがある人の方がプレイヤーとして魅力的なのかなっていうふうに思うので、もしそれのどっちかが皆さんの中にあるんであれば、ぜひぜひ、ミュージシャンとして向いてると思いますので、それを真ん中に、音楽を続けていただけたらと思います。改めてオープンおめでとうございます。ぜひ皆さんもチェックしてください。斉藤浩介でした。